いいらっしゃいませ東京高円寺のライブハウスライブミュージックを愛するすべての人へ離れていても集まれなくてもそこで鳴り響く音楽を熱を届けていきたいそんな思いからラジオハウスを立ち上げました毎回ゲストの方とリスナーの皆さんの声で作っていきます こんにちはこんばんはジロキチのみほですひな祭りの寿司どジロキチ第2弾ちらし寿司の販売にはたくさんのお申し込みありがとうございました皆さんとお目にかかるチャンスでもありスタッフ一同本当に感謝しておりますそして残念ながら緊急事態宣言が延長されてしまいまして、えー、度重なる変更でご出演くださるミュージシャンの皆様お客様にもご負担をおかけしますが えー、あの最新の情報は SNS などでお知らせさせていただきますので引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日のゲストはベーシストの佐藤健二さんです。はい。<laughs> こんにちは佐藤さん。こんにちはよろしくお願いします。ます <laughs> 今日は、はい、あの自力地を離れて横浜方面にある<い>、えー、スタジオに。 佐藤さんが練習されるスタジオにちょっと押しかけるようにして。ご足労をおかけしております。<laughs> お邪魔しています。<laughs> お疲れ様ですあ。ありがとうございます。しかもこれからあのツアーに行かれる。はい。ソロツアー今年のね。はい。前に、はい、お忙しい中。いやいやそんなことはないんですけどね。はいありがとうございます。で,す、はい、で佐藤さんはあのジロキチでは、はいえー、プレイロックっていう。 江藤さんと江藤義人さんと木戸之月さんの3人でやられているバンド。これはもう本人、木戸さん曰くコピーバンドだと、カバーではないんだと。あえてコピーバンドだ、配信もアーカイブなしですだ。で、あとは吉田達也さんとやられている石窟人をいただいているんですけれども、まあでも。 佐藤健司さんといえば、はいえー、ジロキッチではあの壁一面にあの<ん>マーシャルのアンプを積んだ <laughs>、はい、大マーシャル大会なんですけれども、はい、も本当に圧巻、壁中が全部マーシャルで <laughs>、うんね、が積み上がってて、はい、何台あるんでしっけえーっとね毎年毎年実は増えてってるんです。ですね、スピーカーカの数、はい <laughs> 壁一面のは変わらないんだけど、はい、実は毎年ちょっとずつ、その数が増えてってるんです。えじゃあ、もしかして、ジロキチのもしかして壁中にいつかなるかもしれない <laughs> <laughs> っていう。さすがにそれはないですかね。いや、もうね。<laughs> はい、そうなったら大変なことだよ、ね。大変ですよね。すで、ねね、に、だから、まあ、数はあれですけど、あの。音圧が、私を体験したことない今まで。うん そのマーシャル大会でここ何年か聞いてるそのマーシャル大会で、うん、ああいう圧を感じたんですけど、えー、でもさそんな拷問のようなこう大爆音で、うん、もう耳鼻をがずにいられないってことではないんだよねそれがやってみて分かったことっていうか大爆音って拷問みたいなのがしたいわけじゃなくて気持ちいいですよあのね。 オーディオ的なねへりくつを言うとね、うん、理屈で言うとねスピーカーの数がたくさんあるっていうのはこう低音の再生効率っていうよりスムーズに低音が再生するんだって、うん、というのはそれはなんかオーディオ音響の,の,の理屈としてそういうもんらしいち、うん、っちゃいスピーカーをでっかい音で鳴らすのと、うん、たくさんのスピーカーをちっちゃい音で鳴らすの、うん、そうするとたくさんのスピーカーちっちゃい音で鳴らした方の方がスムースに低音が、ねうん いう理屈らしいです。そういうのは理屈では知ってるけど経験したことないじゃんやれはそう自分耳で目まあ目でしかも体でそういや体で本当に全身でいやそういう風に聞いてもらえたら運高いがあってもんだなねそうですよねまずそのいや運び込みからで皆様すみませんそのそのマーシャル大会がまあ今月3月20日の土曜日に だから来週になるんですけれども、えっと佐藤健司さんベースソロ、一晩一人ベース一本マーシャル大会がジロ基地でありますでそのお話なんてございますけれどもで今年もなんですが今年もねだからね少し増えるんですそうですかあのもうねもいやもうね嬉しいわけですよ。 <laughs> あのねその佐藤さんのマーシャル愛と嬉しいっていうのもいっつも伝わってくるしあとダジャレマジリって言っちゃ失礼うから <laughs> MC っていうか楽しくて恐縮です全部楽しいありがとうございます。本当にであれですもんねしかもマニアックっていうかその細かくうん、うん、このベースとこのマーシャルだと。 こんなことだよっていうのも結構色々やってくれますもんねうん、うん、実演っていうかうん、うん、ああいうのってさその普通はその楽器フェア的なね、うん、このアンプはこうですみたいなデモンストレーション的な感じでやるんだけど、うん、普通二郎吉でそんなことは <laughs> 普通は起こりえないんだけど、うんね、大マーシャル大会で自慢のマーシャルずらずら並べて <laughs> 去年もお客さんが曲館、うん、に、えっと「ちなみにそっちのベースはどんな音するんですか?」みたいなね、うん、同じベースが。 こっちはこのそんなこと言うもんだから、うん、えってって聞きとしてその引き比べなんかやっちゃったりして頼まれてもいないのに <laughs>、はい、<laughs> <laughs> このアンプはこの音このアンプはこの音ってやっちゃってねもう本当すごいですにでも皆さんそれを面白がって聞いてくれるからね面白いです、ね、しかも今年はじゃ配信もあるってことで <laughs> ああそうだねね配信だと。 どんな感じですかねでもまあもちろん圧はあれだと思う、うん、でも絶対面白い、うんまあ、雰囲気はねこんなことやってでそれをね、はい、それこそあのツアーで車に積んで、はい、いろんなところで皆さんにも実は聞いてもらいたい気持ちはありますよ、うん、だけどあんだけのアンプを積んで持って運んで毎日積み下ろしやってっていうのが、はい、自分でやる自信がありません。はい、<laughs> そっかマーシャル大会って ではなくソロツアーだ。そうなんです。はい、これはだから普段自分が使っているセット割とえコンパクトにまとめたマーシャルスタックを持っていくんですけど、はい。で年に一度のジロ基地はもう車もわざわざレンタカーして、はい、はい、<laughs> 人も手伝いお手伝いを頼んで。はい、大会ですからね。マーシャル。はい。 そうなんですだから持って回ってね、はい、皆さんにも各地の皆さんにも聞いてもらいたいっていう気持ちは山々なんだけどな、うん、なかなかでき、ねそうですね、私もてっきりあのマーシャルやっぱ持って積んでだからソロとはいえその積み込みの方も一緒に行ってこうやっていくのかななんて思ってたんですけどこのいつものこのいつものセットを持って行ってやもはいじゃあ。 えーとまあ大阪、岡山、広島、福岡、豊、うん、富、豊富ですね。豊富、うん、山口県豊富市あ。徳島名古屋に行かれて、うんはい、まあこの配信の時にはもう、えー、あ配信日が名古屋ですね日曜日で、あこの、はい、この放送のね、はい、はい、で、えー、ジロ基地は三月二日ということで、はい、ツアーファイナル的な気分で、はい、で。 えー、そもそもこのマーシャル大会はどんなきっかけで始まって発展したっけえとね、うん、えっと,、ねえー、っとそのソロの活動はずっと続けてやってきてていろんなところいろんなお店でやらせてもらってたんだけどあのなんせその山ほどたくさんのマーシャルをいっぺんに鳴らしてどんな音がするか自分も体験してみたいしそれをぜひ聞いてみてもらいたいしと思う気持ちがだんだんふつふつと。 湧いててててやっっっみようって気持ちになってそれでその時にやっぱあんだけのアンプを持ってたら鳴らすっていうとその鳴らすお店もやっぱり選ばないといけなくてえ例えば本当に小さいお店だと本当にアンプの量が多すぎちゃってあのコップが壁やコップが鳴っちゃったりとかガチャガチャ「いや」とかってなっちゃってそれも今度落ち着かなくなっちゃうし、うん。 ね、あのー、機材をあんだけのアンプ運ぶのにも、うん、細い階段で地下2階って言われたらそれもちょっと無理ですみたいなことあるし、うん、そういう点二郎吉はこう長年やらせてもらってて、うん、あの老舗ならではのお店の音があってそれでアンプをずらっと並べるだけの壁があって。<laughs> <laughs> それでそれをやらせてくれる度量のあるお店で <laughs>「お前何てことやってんだ」みたいなことをおっしゃらないあの皆さんが温かく迎えてくれるお店があってということで,でタカちゃんに「こんなこと考えてんだからやらせてくれない」って言ったら軽く「あいいっすよやりましょう」って <laughs> 言ってくれてね <laughs>、うんうん、それで「大マーシャル大会年に1回ロキ吉」ってやって。本当 と楽しみなんですよね。<laughs> そっか、ありがとうございます。うん、いいで、あのー、まあご自宅も当然、まあその、うん、当然というかマーシャルだらけだと思うんですけど、うん、<laughs> あのー、いつもジロキッに持ってきている以外にもたくさんあると。え、たくさんではないですけど、うん、まだ持ってきてない分があります。<あっ> <laughs> <laughs> で、それがうちにあるんです、全部。 すすごいですよねだから家でも積み上げているあのね、うんあのー、いわゆるあのあとライブで使うような状態には積んでないですよでも積み上げないと置けないぐらいの量がありますから、うん、積んで,でこうコンパクトに積むようにして <laughs> 置いてるんだけどもう6畳の3分の1はもうそれで終わってます、ね、マーシャルで、うん、3分の1は収まってないね <laughs> あちこちにちょっと分散してるから。 <laughs> だけどねはい、はい、アホなマーシャル話は聞いてくださいよ,よ10年前の、えー、と東北の大,大きな震災あったじゃないですか、うん、あの時やっぱりあの時たまたま僕家にいたんですけど、はい、でも,のものすごい揺れになってそれで初めて靴を履かずに部屋から外に出たぐらい、うん、うちの揺れたんですけど 1>、はい、僕1階なんですけどそこからも部屋から出たんですけど、うん、それで。 まあ収まってね部屋に戻ってきたらやっぱ CD ックとか倒れてたりとかまあそれなりに何か物倒れたりしてたんですけど自慢のマーシャルアンプはびっくりともしなかったんですかすごいでねそうそう積んであったマーシャルアンプって何はよくできたもんだなと思ってねすごいですね耐震震設計が私もいや最初聞いた時「地震は?」って今聞こうと思ってたんですけど。 でもそれはねたまたまで本当はラッキーな話で振動した向きと積んであった向きがちょうどなんていうのこう角度が振動をもどに揺れを感じちゃう方向とは違う向きになってたとかねラッキーだっただけなのかもしれないんだけどでもまあ何もなかったからね今は冗談めかしてそうやって言えるんだけどさ。いや大惨事ですよね崩れたとか言って本当に でなんかそうなんですよねでそのマーシャル愛がまあ本当すごくてで,、うんえー、であのちょっとジロキチのあの店長の加奈いの高高、うん、さんからですね、うん、えちょっと聞いたんですけれども、はい、佐藤さんはマーシャルのアンプをオークションで落とすこともあるしょ、はい、あるそうありますでそれでなんかネジを見るだけでそのオークション <laughs> あの画像、うん、あの載ってる写真、うん 状態がわかるということで聞いたんですけれども、なんかポイントがあるんですか？見極めありますよ。もう僕のあの顕力っていうんだっけそういうね鑑定どころのそればらしちゃうとみんな真似されちゃう。言わない方がいいですね。いやいやなんてもったいぶるほどのこと。あのね要はマーシャルのスピーカーって箱に入っててスピーカー自体見えないでしょ。中にこうスピーカーが入ってるんだけどその中にあのネットの色が でね、こんな色でこんなデザインでこんな格好でっていうのがあるんだけど中に本当に中に入ってるスピーカーが、まあ、なんせ一番大事じゃないですか、うん、だけど中のスピーカー映してくれてる人もいるんですよこのか裏蓋開けて、うん、これが入ってますよって、うん、これが交換されてますよとか、うん、これに不具合ありますよってあの親切な人は座ってますけど、うん、逆に言えばもう現状そのまま引き渡しでございますみたいなあ<ー>あの古いものなのであのお安く出しておりますって。うん 確かにものすごい安く出てるんです、うん、だけど中身は何も映してくれてないわけ、うん、細かいところは映、うん、してるのはところどころに破れがあります汚れがありますてそんなねもう50年作って50年も経ったようなものはね、うん、汚れて破れてるに決まってるんですけど、うん、そんなものは映したんだけどスピーカーが交換されてるかされてないかわからないわけでもそれ違っちゃってると大ごとだから交換、ね、えされてない方がもちろん もちろろんんいいわけででですすオリジナルであることのがむしろ大事なんです、うん、それ逆に変わっちゃってるとまた全然別のものになってしまうってことなので、うん、そこがすごいネックなんだけど、うん、果たしてこれは入ってるんだろうか入っててこのお値段ならもう超バーゲンだ。うん、ねでも中身交換されててもしくは破れてて不具合があって出ないんだったらうん,うーんいかがものかってここでも悩むわけですよ。 裏蓋のネジ、うん、裏蓋のネジがこうネジを映すわけじゃなくてここのレザーが破れてますってレザー破れてるレザー映してるところの横にネジが映ってるわけ裏蓋のね、うん、そのネジ山が潰れてるか潰れてないかう<わ>ドライバーそこに当てて回したことがあるかないかがその後見れば分かる、うん、なるほど一切触ってないネジ穴のやつももちろんあるわけ、うん、それ綺麗なもんですよあじゃあ開けてないの したら中身は状態はどうかわかんないけどオリジナルが入ってるだろうと踏めるとやべえ言っちゃったあーそうなんですねえーすごいいや皆さんねでもマーシャル好きな人は皆さんやってみてると思うこんなもったいぶって言ったけどいやいやいやで実際じゃそういったものがまあ来て取引してほらねっていうかあのその大丈夫だったっていうかもちろん見た通り思った通りっていうかもうね もね悪いですけど年々買うも買ってるスピーカーはいやどん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 安くなってってるけどどん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 程度が良くなってってるへえんかだんだんコツを少しずつ覚えてくるんだろうねあと今はインターネットの時代だから昔は楽器屋さんに出物があるって言ってそれを見ね一期一会の世界だけど今はインターネットでそれこそアメリカの楽器屋で売ってるものまでね横浜で見ることができるじゃないそれを比べることまでね できちゃうから、うん、だからまあボイ <laughs> ですよね <laughs> でも眼力がどんどん養われるい,い,いやなんかね<ー>いやでも眼力っていうでもマーシャル好きな人はみんな多分そうやってね、うん、もうね見てると思いますよなるほどねそれはさ、うん、多分違う例えでいけばさ、うん、えっと大好きなねアイドルと憧れるミュージシャンのベースがジャケットに映ってる、うんうん で、彼の使ってるベースの原稿はどれぐらいあるのか？って見たくて、ジャケットを斜めにしてこうやって見て。でも、そうすると写真によっては原稿がわかる。えなで平べったい。あの写真でえそうなんだよ。わかるもちろん写真の写し方や写り方にもよるよ。なんだけど、指板がこう写っててそこに弦が貼ってあって、弦の影が芝に写ってるの？で、弦の影は？ か影は指板に映るから木,は木の部分はこうたわんでるか弓状にたわんでるから線がカーブになるでも弦張ってある弦は金属の棒をパンパンに張ってるからまっすぐで絶対曲がってないそうするとこの影の方がこの歪ん弓状にたわみっていうかね根っこの反りが影となって映るわけ。それを横にしてこうやって見るとあ反ってるっていうのが分かる。 今いいところちっちゃい子で喋っちゃったねすごいちょっと何ですかねマニアックというかもう本当えでもねでも多分もうあのねロ郎吉好きな音楽大好きでレコード死ぬほど聴いてきた皆さんは多くの人がレコードジャケットをこう斜めにして「このネックのそりは」とかってやってるはずみんな。 いや、じゃあ、すみません、秘密を教えていただいて。いや、いや、あの、マーシャルのいやいや。いや、自分、ね、そんなも秘密っていうか、多分、皆さん、同じようなことやってんだろうな、はい。<laughs> うん、と思うんだけど。はい。うん、ありがとうございます。いいね、あの、その、まあ、マーシャルの話はですねうん、うん、もちろん、その三月二十日に。さらに、多分、あの、き、<い>聞かせていただけると思うので。はい。よろしくお願いしますうん、うん。ルイス。 で佐藤さんは、さかのぼると、うん、あのイカ天で、注目された1990年に。はい、あの、マルコシアスバンプで、デビューされたわけなんですけれども。はい、結構早くから、プロ、を目指して、いらっしゃったんですか。私ですか。うん、いやいや、うん、あの。プロは目指して、はいけないと思ってました。え。うん。いつ、から始めてたんですか。ベースね、えっとね。 高校卒業ししててて初めバンドをやっまたベース自体は高校入るときにベースは持ってたんですけど興味があったんですけど間違って野球部入っちゃったもんだから熱心な若い先生が監督だったもんですからあのね何もすることもできず野球三昧っていうか。まいうかね ベース弾いやでもそれでも好きだからやりたいからねこうレコードもう日が暮れるまで練習グラウンドでやって家帰ってもう動物のようにご飯を食べてでレコードを聞いてるうちに寝るで翌朝になってまた朝になったらすぐ学校行って動物のように走っての繰り返しそっかでも音楽耳にはこううんそうねどんなの聞いてたんですかその頃その頃はね まあ,ありとあらゆるものを聞ける友達が持ってるレコード貸してもらったりとかまあ高校生だしねそんなお小遣いないしエアチェックしてみたりとかっていうようなでもその中でねあのその頃から「クリームのクロスロード」はそれはねずっと飽きずに3年間コピーをやってましたね、うん。<laughs> クク・リーーム、はい、そこでジャックブルースをより深く そうそうね、好きになってこういっぱい時間かけてコピーしたからねやっぱりこうより思い入れができてより好きになって、はいうん、好きになって聴けばなお面白くなってうん、うん、その繰り返しでねそれで彼の音楽が大好きになったんだよね、はい。で高校卒業してそのバンドで組んだバンドでイカテ、うん、いか手にいやいや違います違います。けど、うんはい 大学4年間行ってて横に中退しちゃったんですけどえっと中退学校やめた後にえ学校の先輩だった秋間さんと石田さんと高校の同級生だった鈴木豊とオリジナルのバンドをや,やろうって言って組んだのが丸腰だったんです。すぐって、うん、自分たちにしたらすぐって感じではなかったんですけどね。う へーで <laughs> えー四代目グランドイカ天キングあそうだったねはい、うん、で私ちょっとあのイカ天自体は見てたんですけれどもはい、はい、でそのまあ改めてマルコシアスバンプということでちょっとあの見てみたんですねあの最近あの YouTube とかあの画像とかでちょっと、ね、佐藤さんがわからなかったんです <laughs> すんこのやのこのやろ <laughs> もちろんベース持ってるから佐藤さんの。このやろ。本当に。いやでもびっくりしちゃったんですよ。それはもちろんあのお化粧とか。いや俺もびっくりするもん。なんかあのはい。 そんなでびっくりしたんですけど人に歴史やりってことでねはいいや本当にいろんなまあそういった時代というですね、うん、で今日ですね<い>まあ今日じゃなくてもいつも思うんですけどお話伺ってあのとても佐藤さんってすごいポジティブなパワーを感じるんですけどねあのライブの MC も本当に面白くてよろしくですで でなんか例えばまあ自粛期間結構長かったわけなんですけど、うんうん、なんか意識してさらに前向きに何かこう気をつけたりとかしたことってあるんですかああでもね自分ではそんなに自分はそのポジティブ前向きにこうやろうっていうような頑張り感はねあんまり日本人ないのうん、うん。もうありのまま ありのままっていうか、うん、同じこと同じところでやるんだったら楽しい方がいいじゃん。うん、でそのなんつうんだろう,こう例えばささっきのこうプロになりたいって話あったじゃん。なれるわけないと思ってた感じ、うんうん、こうちょっと話はちょっと飛躍しすぎたんだけど、うん、あの。 なんだろういろんなことを思ったり考えたりするんだけどこうポジティブにいきましょう前向きに楽しくやりましょうっていうことを命題にしてるっていうよりは、うん、あのその方がこう楽しいっていうか、うん、あの俺がかっこつけて今のこの世の中をなんとかで生き抜いていくためにはどうなこうのだ 俺のベースについてくるかい。誰もやしないってみたいだからこんなことを、そんなききむそのそのそのなんだろう。こうちょっと今ちょっと茶化して言っちゃったからなんだけど、なんかそう変に真面目にこう何かにこうやるってるというよりは、同じ時間を楽しくっていうだけ。まあうまくま伝わんない。いやいやいや。分かりまそんな気持ちな感じ。その気持ちが伝わっ ありますよね伝わるんですよ見てる人たちがそうですねごめんなさい逆にそんなことをわざわざ聞いてしまってすみませんなんかわかりますそうだそうだそのままで伝わります恥ずかしいですありがとうございますではですねちょっとこのあたりで佐藤さんから曲の紹介というかえっと今日お持ちいただいている持ってきていただいたんですけれども紹介していただきたいんですが はいでは聴いていただく曲は、えー、私のソロのアルバム14作目「ソロイスト14」から「鉄の木」という曲を聴いてください。はいいお願いします <music> 番組は声で集まろうコンセプトにリスナーの皆さんからの質問やメッセージを受け付けています、えー、質問来てます、はいえー、東京都のジャックダニエルさんからです、はい、佐藤さんがマルコシアスパンプの時から SG ベースにこだわっていらっしゃいますが、はい、浮気したことはないのでしょうかという SG、ね、ベースあのギブソンの、はい、そうですね、はい、えっとね SG ベースをあれ EB って言うんですけど、はい、ギブソン EB って言うんですけど SG、うん、ベースの方が分かりやすいんでね SG、うん、ベースを使うようになってから1本ね5弦フレットレスのベースを買って使ったこともあります。はい、あと大学の先輩が、えっと、ベース工房をた作られてそこでベースを作ってるっていう。 の工房をやっててその先輩から借り受けてる、うん、貸,し貸し出ししていただいてる、えー、フレットレスのベースがあったりとかほ、うん、本当に使った回数は本当わずかですけどわず、うん、かっていうかう本当に1回2回3回ぐらいの感じだけど、はい、そういうこともありますなので、うん、あのそれ以外はないっていうことではないんですけど、うん、いやでも<の>ほぼ。 はい、ほぼそれって感じですね。すごいですね。あの、ちょっと特徴があるんですよね。あの、なんだろう。つ。つ。つ。のっていうか、なんか形も。あれですし。なるほど。クリームのさっきお話出てましたけれども、ジャックブルース好きだからっていうのもあるんですかね。いや、もうそれ以外にやないんですよ。そうですね。もうね、もう大好きなんていうものじゃないぐらい大好きなんです。 そうか。<ー>じゃあそれももちろん皆さんあのー、今度ね配信でも本当にやれるので。はいはえーうん、ジャックアンドダニエルさんありがとうございます。ありがとうございます。答えなつだかな。はいなってます。ありがとうございます。はい。で、えー、次大阪府のとも T さんから。はい、佐藤さんこんにちは。ちは佐藤さんは毎年ベースのソロアルバムを作られていますが。はい 毎回コンセプトが違うことに驚きです、はい、まだこれからやってみたいことやアイデアがあれば教えてくださいということでそういえばそうですねあのさっきほども聞いていただいた「はいえー、ソロイスト」っていうのはシリーズで、はいはい、2006年からかなもう毎年毎年。 毎年ねずっと14作来て、うん、本当は昨年の12月に15作目だったんですけど別にコロナとは関係ないんですけどレコーディングもやって最終段階まで持ってたんだけどやっぱこれ,ではこれではいかんと思って納得できなくて今年はもうついに見送ったんですけどなんとしても続けたかったんだけど、うん、あのでもやっぱり。 ね、あの納得できるものを聞いてもらうっていうのがやっぱり一番大事なことだからなと思って、今年はギブアップしたんですけど、うん、でそのトモティさんの質問の、えー、コンセプトね、もう、はい、それはね、あのー、いろんなことをやってみたいことがねいっぱいあります。うん、ただ、うん、あのー、それを具体的にね作品にするってまでがなかなかこれが難しくて,て、うん、でもあのー 今年取り切れなかったものそして来年今年も新しく十やるやつっていうのはもうすでにアイディアと練習と作曲はやっております。うん、あそうですか、はい、でねちなみにね、うん、えと過去14作だったでしょ、うん、であのねまあまあわかりやすい言い方で言えば「マーシャルアンプね」ね、うん、全部のアルバム 全部違うシステムです <laughs> なるほど <laughs> <laughs> だから聞き比べ、ね、もう面白いでししょうそうね、うん、撮ってる場所も違うし、うん、撮り方も違うし、うん、なんだけどだから、えっと、例えばマーシャルアンプって真空管のアンプっていうの,の代名詞なんだけどもイギリスの真空管大型アンプの代名詞なんだ、うん、マーシャル。 なんだけど、はい、マーシャルのトランンジスタのアンプで弾いてるアルバムもあるんですうん、うん、ですもそれはマーシャルなんですっていう、うんうん、だからそんなような感じに、あのー、ずっと同じ SG で同じアンプでやってるっていうイメージではあるんだけど実は毎回全部違うまあ細かく細かくありますよ違う組み合わせであったりとか違う鳴らし方であったりとかっていう。うん、ステレオっていうのを をステレオに取るんじゃなくて元々ステレオにするとかなんかそういうのがねいろんなやり方があるんです。でそういうのをいろんなことをトライし<や>機材的にもトライしたり、うん、まあ音楽的楽奏としていろんな、うん、それこそ長い作品を弾こうと思って55分止まらない作品もあるし、うん、10枚目の作品は懸念になるようにと思ってアンプマーシャルアンプを封印して本当にベースの 鉄のの弦と木のボディだけで鳴ってる音だけであルバム1枚弾くとか、うん、そういうふうにいろんなコンセプトでやるんですけどねちょっと話はどちらかちゃっといや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 、うん、私あの「点を自分で持って聞いてるんですけれども、うん、初めて聞いたんですよそのベースソロだけの音源っていうか、うんはい、音源っていうか、うん、さあ何て言うんでしょうあのあの鳴らす時のその指の弦の、うん、なんて言って 表現があれですけどカチカチとかカスカスとか音、うん、までももう聞こえたりとかうん、うん、今までこうベースっていうそのベースの音はこうだっていうのとは違う音もいろんなのが聞こえてきてうん、うん、面白いなって,思ってました特にこの10枚目っていうのはね、うん、アンプを通さずに録音したやつだから、うん、この「 マーシャルアンプの音じゃなくて、うん、これは本当に楽器と手のだけの音だから、うん、だからなおそういうタッチノイズだとかそういうものも鮮明にまあまあタッチノイズだけじゃないんだけど、はい、いろんなね、うんはい、そういうい言ってみれば音響的にはノイズとされるようなものもそのまんまに,、はい、にリアルにそこに入ってる状態だから。 音楽的ジャクシに書くような部分じゃないような音も音っていうかまあそんなものはそんなに大きくはないですけどねただ音のオーラというかね音の周りにそ,のそういうものが鉄の弦が鉄のフレットにガチンと当たる音のそういうものとかね指が弦の上を滑る音とかねはいままささににそれってでっかい音で鳴らさないと聞こえないじゃないかと思うんだけど逆に言えばこの10枚目のアルバムがそうなんだけど耳を楽器にうんとそば立てればいろんな音が鳴ってる。 ものでそれをアンプで鳴らすっていうのが忠実にアンプで鳴らすっていうのがいかに難しいかってことでアンプで鳴らしたらそんな風にはならないでも実際本当は楽器の手元だけね手元で楽器の楽器だけの単体の音だといろんな音が鳴ってるいや本当あそっか点がちょっと特別だったんですね私たまたまあそっかそっかそっか他のも聞きます今度これね今日の 登場の時に流す、うん、流しているのがこれの10枚目の中のそうだレタートゥーあ、違うわレタートゥージャックじゃじゃないわの2000でもじゃなくてバージョンが違う違う方にしたんださっき2014にしたんだ <laughs> そうこっちにしようか <laughs> あのね話話の流れ上ね、はい なので最初の美穂ちゃんのキャプションは間違ってるではなくて話はこのように流れたということで最後まで聞いていただいた方だけが知る真実というそうですねじゃあオープニングに聞いていただいたのが「レタートゥジャック2 0 1 5ソロイスト10から。 アンプを使わないで弾いたというアルバムから弾いていただいますすみませんごめんねいいんですかいいよてか俺それこそ2014聞いてほしかったとか大丈夫いいのいいのはい。ありがとうございますじゃあ皆さんにも聞いていただけたっていうかでもこれは絶対本当そのまんまあの聞いてもらいたいですね本当にまあシリーズなんでとにかくソロソロシリーズはいはい ありがとうございます。えーと大阪府のトモティさん、トモティさんありがとうございました。ちゃんと答えになったでしょうか。失礼しました。はい。でもまあお楽しみにということで。でえーとですね今度あのジロキチのあのカウンターのめぐちゃん。あめぐちゃん。はい。えーとですねトレードマークまあよく使われるかもしれないんですけどあの白い手袋。佐藤さんトレードマークのようなどこで買っているんですか。特に破れやすい指はありますか。 まあおすすめのショップみたいなってなんかここはとかやっぱこだわりもやっぱあるのかなありますよこだわりのねもうエリスグリのこだわりの手袋ですよそれはね軍手じゃなくて手袋です軍手じゃないですよねそれはねどこでどこのショップで手に入れてるかというとねワークマンですよワークマンワークマンであのタバで売ってるやつですよえあの白いのが あの作業用の要するにあの手垢とかついちゃいけない白い壁塗ったりとかなんかそういうとこ触ったりするようなあのカメラ屋さんのフィルム触るようなあんな高級なやつじゃいけませんそんな高級なのですぐ破れちゃいますからいけませんよああ高級な方が破れるいやあのカメラのやつはねすごい薄手だからねあそう,かうん トライしたことあるんですけど、高い割にすぐ破れちゃうのよ、あなた。なので、ワークマンよ、あなた、今は。しかも種類は。うん、あの一番、一番、ワークマン、一番普通のやつ。白い、白い面の手袋くださいってカウンターで聞けば、あそこにあるからって指さされるところに。束で売ってるやつが、私の愛用してるやつ。なるほど。でもね、あの、もったいぶって言い方をするとね、あの。 ベースに貼る弦も自分は割とそうなんだけど、うん、あの消耗品なのね、はい、あの頻度でいうとねワンステージ使ったらもう、まあ、僕ぐらいになると使い捨てですから、うん、ワンステージ使うー <laughs> 要するに汗びっしょりになって汚いからもうあらあのなんか雑巾代わりになんか物拭くときに使って捨てるぐらいのもんなんですけど手袋、うん、束で売ってるやつだからね、うん、安いからね。であのー 原もそうなんですけど特殊なものを使っちゃってると、うん、あの自分のストックがなくなった時に例えば旅先地方で「うん、あ手袋なくなっちゃった」って時に新品供給が手に入りやすい、うん、でも、まあ、こんな私のこんな乱暴な弾き方でもやっぱりこう材質が変わったりとかするとやっぱりちょっと感触が変わっちゃうのね、うんうん、だから常に同じものの方がやっぱりね こんな乱暴な弾き方してても、なんか感触違うと、なんかあれ、なんか落ち着かないなみたいな感じ。ちょっと遠いなみたいな。のが、すごくストレスになっちゃうから、いつでも、どこでも安定供給が受けられる。なるほど。旅先でも終わっちゃったら、ウォークマンに駆け込めば、ワークマンに駆け込めば。安心して使える。楽器の弦もそうで、特殊な、特別な弦の。 特別な音色っていうのももちろんいいんだけど、うん、それが代理店に通さなくなっちゃって手に入らないってなったらもう、うん、手に入らなくなっちゃったって言うともうその音がお預けになっちゃうとそれもすごくストレスで、うん、あの音がいいのにってみたいなね、うんうん、そういう意味では特殊なものを使わないなぜそういう発想になるかっていうと、うん、ベースは指アンプはマーシャルってもう自分でもそれを追い込みに追い込んじゃったから。うん それ以外じゃないってもののこうストレスじゃないけどこ,うあここでマーシャルだったらとかここで指ならとかっていうようなこうある意味悪く言えばがんじがらめなところがあるからもうそれ以外こだわりは持ちたくないと思う、うん、でも手袋はやっぱ必要だから、うん、そうなんですね。うん、<laughs> えそっかてっかかかてきりななんかこううううタタクシードライタクシシーーー、まあ、ドドラライバいのような、うん、もう ピタってなんか割とフィットしたっていうか、あでもフィットしてるのか、フィットはしてるね。あのブカブカブカではない。普通にあのね、普通に手袋だけしてると、だ少し脱げてきちゃうから、あの靴下が長い靴の中で脱げてきちゃう。少しちょ脱げてきちゃうから、あのわあの手首のとこで少しキュッとゴムで締めるようにはしてるんだけどね。あのあのうけうけうけつしない程度に締めるようにはしてる。ね。 なんだろう擦れやすいっていうか、まあ、指まあ当然、まあ、使うところあれですかね、うん、穴が開いちゃったりみたいなああ,あのね、うん、そ,その質問もあったんでね、うん、えっとね14作目さっき聞いて頂いた「鉄の木」っていうのが入ってる14枚目はフレットレスアルバム1枚全部フレットレスって弾いたんですけど<ん> SG のフレットレスなんですけど、うん、そしたらねそのアルバムは、うん、手袋がものすごい量穴開いたの。 フレットがないほうが。でね、うん、あんまりにも穴開くからそれが自分にとっても珍しい光景だったから、うん、それ写真に撮っておいたの。うん、で手袋も穴開いたやつがものすごい量になってスタジオに山になっていてレコーディング終わったら、はい、それも写真撮ってあってそしたらデザイナーの野口新君っていうのがこれがこのアルバムのとっても象徴的な。 ものかもしれないって言って、うん、そのジャケットの表一に、穴の開いた手袋のやつをこう少しイラストレーションのような。感じに、仕上げ、はい、デザインに仕上げてくれてっていう。最新アルバム。のやつです、ね、す、うん、そのフレットレスのアルバムはね、うん、ものすごい量穴開いたんだけど、やっぱり一番穴開くのがね。これ、これ何指だっけ。これえっと、親指と。中指。うん、中指。中指がね、一番長く。うん、へー 左手の中指左手、右手はしてないから今はあ、そうです昔は両手してたんだけど今は左手しかしてないんだけど中指がね穴開きやすいかなでも普段は普段のソロのライブ二時間ジロキシでやってる時も二時間やっても穴は開きはしないですねそこまでではないですねそこはやっぱねワークマンの優秀な製品はね <laughs> すごいんかすはいあなんか余計なことかもしれないんですけど、うん、今はじゃあ左手だけっていうことで、うん、ワークマンの,その束の手袋はじゃあ2倍使えてるということですか、うん <laughs> あ右手手と左るんでいいところにお気づきであのね高級なラインは左右ある「あ待ち待ちあり」とかさ左右あるやつだね。で私のやつは最も愚かな左右ないやつだから待ちなしってやつだからだから最も愚かなやつなんだけどでもそれが一番シンプルでもうそれでずっと使ってきてるから問題なく使えてるね。なるほどじゃ えーまあ、例えば、えー、5枚ペアだったら五ペアだったら、うん、そうそうそうじライブ10本いけるってなるほど、うん、そうですかだって片方余っちゃったらさもったいないもんね、うん、確かに、うんなんね、使い道ないですかね <laughs> ないですよねないと思うよ片方だけはね。<laughs> <laughs> ね、だからちょうどやっぱそういう点でも我らのワークマン、はい、いい商品を並べてますよもうそうですね <laughs> 本当面白い <laughs> はいじゃあ、まあうん、ワークマンの手袋ということでありがとうございます,いいっすやってみてください、はい、でえっと質問などリスナーさんからのは以上なんですけれども、はい、えー、まあ収録は、えー、ツーアー前だったんですけれども、はいえー、今今日配信日にはツアー最終日 名古屋の路地裏。うん。路地裏のまたはり。まあ、路地裏のまたはりっていうお店。お店。名古屋の、えっと、新幹線口から出て。えっと、五分もないね、もうすぐのところなんだけど。あの、普段はカフェの営業していて、週末だけ。周りが、日中、お休みの時だけライブができる。いいですね。日曜日なので。はい。はい。 で、えー、それがじゃあ終わって、うん、帰ってこられて、うん、3月20日、うん、土曜日次郎吉では大マーシャル大会が、うんはい、いよいよなんですけれども、うん、えと時間が、えー、4時開場、はい、5時開演ということで人数限定ですけれども、はい、同時に配信もありということで。はいえー 以前お知らせしてた私のホームページなんかでお知らせしてたよりも早い時間帯に繰り上がりましたので、そうなんです。はい。あのね、はい。ご予定されてた方は間違いなくないように十六時会場を十七時開演、はい、ようことでございます,、はい、す。はい。皆様よろしくお願いします。どうよろしくお願いします。本当に楽しみにしてるので、<laughs> えっと、<え>ツアー前の今日は本当にお忙しい時に。 したりありがとうございます。とんでもありません。あの楽しかったり。横浜までご足労いただきました。ありがとうございます。では、あの三月20日にジロキチでお待ちしてますので。はいえー、ツアー気をつけて、あ、いってらっしゃいませ、はい。皆さんもジロキチでお待ちしております、はい。はい、今日はベーシストの佐藤健二さんをお迎えしました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。 吉ロのめぐでございますねえ3月に入りましてだいぶとねぬくい日も増えてきたんですけれども皆さんお風邪などお召されてませんでしょうかねいかがお過ごしですかねまだまだねあの晩は冷えますんでね油断せんと手洗いうがいしっかりして流行りもんにも気ぃつけて皆さんくれぐれもお体大事に過ごしてくださいねはい今週のジロキチナウも張り切って皆さんにお知らせをお届けしてまいります はいまずはですね今後のスケジュールなんですけれども、えー、今のところ、えー、緊急事態宣言は3月21日までというふうになっておるんですが、えー、今月末まではちょっと会場時間やら開演時間の、えー、変更があったりですとかあと無観客で、えー、配信だけですよっていう日もあったりですとかねちょっとばらつきのあるスケジュールのご案内になってしまいますことをお詫び申し上げます。 で、えー、ホームページ、えー、随時更新してまいりますんで是非スケジュールご確認いただければ非常にありがたいですよろしくお願いをいたしますはい続きましてはお昼の喫茶部門パーラー次郎吉からのお知らせでございますはいおかげさんでね2月8日にオープンしましたパーラー次郎吉なんと1 1ヶ月が経ちましたよ。皆さん、ほんまにありがとうございます。ね、これまでほんまうさんの方にね、遊びに来ていただいて、えー、私、非常に嬉しくて楽しい日々を過ごさせてもろてます。で、来ていただくお客様もね、同じように、えー、楽しい時間やったな、というふうに思って、お帰りいただけてたら嬉しいな、というふうに思っております。で、えっ、ー、と、ね、いつでもお待ちしております。 とねっ言っておきながらいつでも空いておるわけではないパーラージロキチねなかなか来にくいパーラージロキチなんですけれども今後の営業予定を皆様にババーンとお知らせさせてもらいますはい15日の月曜日本でから16日の火曜日本でから18日木曜日はなんと。 夜20時まで皆様にお過ごしいただけます。ね、えー、通常は15時までなんですけれども、えー、今申し上げた日にち15、16、18日は20時まで え皆様をお待ちいたしておりますんでぜひね平日なんでねお仕事帰りに寄っていただけたりなんかしたら嬉しいなというふうに思っておりますほんでまたまたその日のうちのどれかどの日かはわかりませんが限定メニューのナポリタンやらねジロキチまかないカレードリアも登場する日があるかと思います またそのお日にち決まりましたらね、ツイッターであの営業時間やら詳しいことをお知らせをしておるんでぜひ皆さんフォローしていただきチェックよろしくお願いいたしますはいほんなら今週のジロキチナウもめでたしめでたし美穂さんあとよろしゅう頼んますめぐでしためぐちゃんありがとう本編収録後に 最近日本酒の扱いにはまっているという佐藤さんから収録場所の近所にあるこだわりのあることで有名だという酒屋さんを教えていただき早速帰り道にのぞいてみました酔うためのお酒ではなく幸せを与えてくれる酒を求め全国を歩き厳選した地酒を飲んでみてもらいたい自分がうまいと思う酒しか扱えないという熱い思いを持った店主さんに。 美味しいお酒のお話をたくさん聞いておすすめのお酒を教えてもらいもちろんお土産に買って帰ったんですけれども佐藤さんのマーシャル愛といい酒屋店主さんの日本酒愛といい好きをとことん追求するのっていいなあって思いましたしうらやましくも思うそんな一日でしたさて次回3月28日の配信は作曲編曲家 キーボードィストの久米大作さんをお迎えいたします皆さんから久米さんへ聞いてみたいことや熱烈な応援メッセージなどなどお待ちしています声のメッセージそしてメールでのメッセージは番組のオフィシャルライン、SNS などで受け付けています詳しくは番組のホームページをご覧くださいぜひ声でのご参加お待ちしていますそして番組やジロ基地を応援してくださる方 ぜひドリンク一杯分のご支援をいただけますと幸いですこちらはジロキチオンラインショップにて受け付けていますお礼にジロキチで使えるドリンクチケットを送らせていただきますこちらのドリンクチケットはお昼の喫茶店部門パーラージロキチでもご利用いただけます今回も最後までお聞きくださりありがとうございましたそれでは皆さんお元気でジロキチのみほでした